イドリッサ・アダムは、カメルーン・アルア出身で短距離走が、専門の陸上競技選手。100メートルの自己ベストは10秒14のカメルーン、記録保持者。2011年アフリカ競技大会男子200メートルの金メダリストである。2011年9月に、マップトで開催されたアフリカ競技大会に出場すると、男子100メートル準決勝で10秒14のカメルーン記録を樹立し、 2002年にジョゼフ・バタンドンがマークした10秒19を9年ぶりに塗り替えて決勝に進出したが、決勝では10秒32とタイムを落とし6位に終わった。男子200メートルは決勝で20秒66をマークし、ベンユス・フメーテラを破り金メダルを獲得した。この金メダル獲得はアフリカ競技大会の陸上競技において、 カメルーン男子選手が獲得した初の金メダルという快挙であり、アフリカ競技大会短距離種目において、カメルーン選手が獲得した初の金メダルという快挙でもあった。2012年3月にイスタンブールで開催された世界室内選手権に出場すると、男子60メートル予選で6秒96の自己ベストをマークしたが、 着順で準決勝に進出できた組2着とは0秒22差。タイムで拾われた最後の枠の選手とは0秒05差で、準決勝進出を逃した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は、当時のもの、2011年アフリカ競技、大会リザルト。アフリカ陸上競技連盟。2016年8月27日閲覧。 ワールドチャンピオンシップス北京2015アスレチックススタティスティックスハンドブック国際陸上競技連盟2016年8月27日閲覧2012年世界室内選手権男子60メートル予選サマリー国際陸上競技連盟2016年3月8日閲覧ありがとうございます